皆さんこんにちは、青木美沙子です。今日はですね、41歳になって初めての毎日メイクをやっていきたいと思います。まあ、今までサンリオさんコラボで、化粧品を作らせていただいたりとかしていて、ちょっとメイクの方はチラチラっとやったんですけど、毎日メイクは41歳6月でなったんですけど、3ヶ月ぐらい経ってまだ一度も出してなかったので、毎日メイクをやっていきたいと思います。そんなにはね、正直変わってないかもしれないんですけど、私が日々愛用している、まあ、一群コスメっていうやつですけど、をご紹介しつつメイクしていきたいと思います。今ね、ファンデーションとかだけ下地してファンデーション。あとはアイシャドウとかチークとかリップとかつけたら終わりみたいな感じ。なので、ドスッピンではないんですけど、ファンデーションまで塗ってますっていう状態になります。で、今回のコスメポーチというか、ちょっとね、もうだいぶ割と年季が入ってきたんですけれども、結構ずっと使ってるんですよ、私。こちら、マイメロちゃんの島村さんコラボのやつ。これほんと使いやすくて、私結構この、ま、赤とね、ピンクが大好きなので、結構この2つを両方使ってます。撮影の時とか荷物が多い時、遠征の時は2個持ちしていて、こっちにね、基礎化粧品とかも入れたりしてます。基本的に今はピンクな気分なのでマイメロちゃんにしてます。これ中がねほんと可愛いから教えたいって感じ。はい、中も可愛くなっております。島村さんにて販売中のものです。はい、ということで、まず私が今ここまで塗った過程をねご紹介していくんですけれども、カラコンに関しては、ワンデイアキビューディファインっていうやつを使っています。結構、ディファインのカラコンだと、なんか透過性がいいっていうか、そんなに1日つけてても、すごく目が乾きにくいかなと思って、今のカラコンはこんな感じ。ちょっとグレーっていうか、なんていうか、色素が薄くなるような色味にしています。下地なんですけれども、最近買ったクレドポーボーテの、ボワールルミヌ美白のプレメイクアップ、これね SPF38PA3+ かな入ってるんですけど、これ結構割とワントーン明るくなるんですよね。なのでまずこれを顔全体につけた後に、はい、クレドポーボーテのフェイスファンデーション、クリームタイプのファンデーションオークル00番をつけます。結構ね、本当に薄付きに私はつけているので、本当に 0.5 ぐらいかな。本当にちょっとっていう感じで全体につけてます。で、私は結構シミがね、一回も取ったことがなくて、一回取りに行きたいなと思うんですけど、ダウンタイム考えると、なかなかこう表に出ない期間っていうのが、一週間ないっていうことが、今のこう仕事のスタンス上なくて、いけてないというか一回も行ったことないんですけど、このイプサのコンシーラーを使ってます。で、私は、この濃い色はね、ほとんど使わないんですよ。この二つをこう混ぜて、で、この辺にすごい、シミがあるので、そこにこう、シミ隠しみたいな感じで、このイプサのコンシーラーをつけた後に、もう厚塗りなんで、41歳厚塗りで頑張っております。はい、またクレドポーなんですけど、クレドポーボーテのファンデーション、これもオークル00番を、まあ、つけて、最後に、この、すごい厚塗りで申し訳ないんですけど、もうね、41にもなると厚塗りしないとっていうことで、はい、こちら、コスメデコルテのルースパウダー101番。フェイスパウダーですね。これなんか4色あって、こういう風にやって、ここでこういう風にやって、こんな感じでね、出るの。こんな感じで出るんですけど、これをこう、パフとしてこう、やると、なんかキメが細かく見えるのと、肌のトーンがワントーン明るくなるのと、あとまだね、やっぱり汗かくじゃないですか。だから、フェイスパウダーを最後に塗るだけで、毛穴とかもカバーしてくれたりとかするので、これを使ってます。これはね、あんまり持ち歩かないですね、私は。結構割と大きいんですよ。だから、これは本当にお家でつけて、まあ、お直しとかは、これでやってます。はい、普通にファンデーションでお直しするっていう感じで。
まあ、今この状態です。で、チークから塗っていきたいと思うんですけれども、はい、島村さんコラボのチークです。これキティちゃんのパッケージを私は愛用しております。このね、本当にチークめちゃくちゃ良くて、このチークなんですけど、一応クリームタイプのチークで、まあアイシャドウとしても使えるし、まあ、リップとしても使えるから、まあチーク用なんだけど、まあ3要素というか、まあ1個でメイク完成しちゃうよ、みたいな感じです。はい。で、中はね、ちょっとピンク赤系なんですよね。私この色大好きすぎて、もうキティちゃん、ドアイをしております。で、今日はね、ピンクハウスさんのワンピースで、ちょっとこう赤が入った色味だったり、まあカチューシャとかも赤にしているので、まあこちらにしていきたいと思います。ピンクメイクっていうよりも、ちょっと赤めなクラシカルメイクみたいな感じですね。クリームチークはこう、グラデーションっぽくできるのがすごくポイントで、まあ本当にリップとか使っていただいてもいいんですけど、結構ね、この発色も良くて、時短にメイクできる上に、すごくこう立体感とかグラデができるっていうのがすごい、わかります？すごくいいですよね、発色が。で、私は、まあ、目とこの鼻の間に結構割とピンクハウスさんの時も、まあ、ロリータの時も割とこう濃いめにつけてます。その方がこう童顔？私はこう童顔っぽく見せたい。なんか可愛い。セクシーとかかっこいいっていうよりも可愛いメイクをしたくって、それで、まあね、年齢問わずね、41歳でも可愛くいたいじゃないですか。ということで私はもう結構チークってすごく童顔に見えるんですよ。だからめちゃくちゃ重要。私の中ですごい重要だなと思っていて、このくらいの感じでつけてます。うん。可愛い、これは。なんか、いつもの、こう、チークっていうか、これ使う前とかだと結構何回もこうやってたんですけど、このチークはすごく発色も良くて、グラデーションもすぐ作れるので、もうほんとポンポンポンだけでチークが完成っていう感じです。続いては、アイシャドウをつけていきたいと思います。こちらアイシャドウはですね、ロム&のアイシャドウで、ドライローズ02番。これもう私の定番色なんで、知ってるよって方いらっしゃると思うんですけど、これは私4つ入ってるんですけど、全部使ってます。これで立体的にして、二重まぶたはこれ。で、キワはこれ。で、このラメはこの下。目の下とかにつけるので、この4つはマジで捨て色がないって感じです。なんか6色とか8色、10色みたいなのもあるんですけど、それだとどうしても使わない色とか出てくるし、持ち運びの不便なので、このね、4色のやつめっちゃいいです。捨て色もないし、持ち運びも便利だしっていうことで。まずは、この、ここですね。を、アイホール全体につけて、まあ、ほぼね、前髪があるので、アイホールが、あるかって感じなんですけど、一応立体的にしたいから。でね、私ちょっとだけ最後に涙袋を作るために、ここも全体に塗った後にここに一回やります。で、二重のところにはこのピンクの濃いやつを、この二重まぶたのところにね、立体的にします。やっぱりね、ピンクメイクが一番なんか、童顔になれる気がする。で、ここの、この細いやつにして、キワですね。キワにつけて、この辺もちょっとキワっぽくして、なんかアイライン代わり。まあアイラインももちろん使うんですけど、アイライン代わりにして、で、ここですね。二重のところを、二重じゃないや。ここのラメで、こう、このところですね。全体につける。まあこんな感じになります。はい、これでアイシャドウが完成しました。結構ピンクな雰囲気で、チークとの相性もめちゃくちゃいいと思うんですけど、ここでラメをつけていくんですけど、私は最近のラメはクロミちゃんのラメを使ってます。これも島村さんコラボなんですけど、これちょっとね、ゴールドっぽいのかな？だから赤系のものにも合うんですよね、色味が。で、これを目頭全体に、涙袋全体につけまーす。わかるかな？このキラキラ感が。
すごい私目では見えてるんですけど、結構ねゴールドの感じとなんかこう七色に光る感じというかがすごく良くて、私はこのクロミちゃんを愛用しております。アイラインはこちらです。キャンメイクのアイラインですね。ライティングリキッドライナー02番、ちょっとブラウン系の色味を使っております。でラインは最近はそんなに深くは引かず、ちょっとこう全体的に引いてって感じですかね。でちょっとはみ出す、こんな感じでちょっとはみ出すとなんかこうバランスがいい、このぐらいですかね。ほんと 0.5 から1くらいはみ出すと可愛くできますね。普段はあんまり濃くはしない。イベントの時とかはね、がっつりアイライナーつけたりとかするんですけど、やっぱりピンクだと黒だと濃すぎちゃうので、結構アイライナーはブラウンにしていて、すると結構割と柔らかい印象になるかなと思います。こちら、ハイライトじゃーん。これはね、これも島村さん、サンリオさんコラボのハイライトなんですけど、めちゃくちゃ綺麗にライン、こう、ハイライトできるんですよね。まず私はこう、鼻の、わかりますね？すごい綺麗。鼻のこの筋のところに、こう、入れて、すごい、結構ね、鼻が丸いのがすごい私結構コンプレックスなので、結構ハイライト使うんですけど、この辺にこうクリームっぽくなってるのでつけたり、あとはチークの上にもやっぱりツヤ感がを出したいので上からハイライトっぽく使うんですね。そうするとこうちょっとこう動いた時になんかキラッとしてツヤ感が出る。あとはここ顎のとこですねにもツヤっぽくして、なんかこうツヤ感を出すとすごくいいです。ハイライト、これはシナモンくんのパッケージなんですけど、ほとんどねクロミちゃんとか、まあ、マイメロちゃんとか全部チークの色味なんですけど、こちらはハイライトになっているのでおすすめです。はい、続いてはマスカラに行きます。マスカラはキャンメイクのオフスルンマスカラ01番です。で、私のこだわりとしてはマスカラは結構黒にするようにしてます。茶色だとねちょっとなんかあんまりこうまつげバンっていう感じがなくて、割とまつげバンにしたいタイプなので、このキャンメイクのオフスルンマスカラはお湯でスッと落ちるんですね。だからまあ名前の通りなんですけど、だから結構傷めずに済むのと楽なんですよ、洗顔がとにかく。だからまあウォータープルーフ、撮影の時とかきっちりずっと長時間上げてたいっていう時はウォータープルーフのなんかもう取れにくいマスカラとか使うんですけど、基本的に毎日メイクの時はお湯でオフできるやつを使ってますね。で下と上、もうこれもね本当に毎日メイクの時は割と適当に、かなり適当につつけちゃってますね。こんな感じ、大型感が出ちゃってるんですけど、私はまつげパーマを最近したのでこんな感じで、はい、もうもうちょっとね撮影の時は丁寧にやるんですけど、こちらですね、リップはキティちゃんのリップを使ってます。これ島村さんコラボです。もう最近島村さんコラボで作った、まあ、プチプラなんですよ、どれもほんと1000円とかなんですけど、すごい良くて、このリップは1個で結構発色がいいです。まあ、1塗りでもこのくらいで、ティントタイプなので取れにくいですし、本当に縦ラインが入らないぐらい割とこう保湿力があるリップになっていて、すごく私は好き。今日のこうピンクハウスさんのお洋服にも合う色味になっております。こんな感じの赤なんですよね。でも自然な色ですよね。だからこれをもう一個持ち歩いていれば、まあ塗り直しみたいな感じで出ます。で、出るときはもう一個私はつけます。こちら、FUE 韓国コスメなんですけど、韓国で買ったやつ。これを上からポンポンってつけるとちょっとより保湿力が上がるので、まあでも基本的に持ち歩きはこれだけで出かけてます。はい、こんな感じで
私の毎日メイク完成いたしました。まあいつもズボラ女子なので割と適当な感じでメイクしてるんですけど、まあこんな感じですね。あのだいたいピンクだったりチークもピンクっていう感じで、いつも、まあ、可愛いって思われるというか童顔なメイクを心がけております。はい、ぜひね島村さんコラボの私も今絶賛愛用中なので、島村さん店舗オンラインで発売中なので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、ということで私の毎日メイクでした。バイバーイ。